配信見れなかった。カナピーマン、今日はもうゆるゆるモードでお届けします。私はあのホワイトボード何にも書いてない。ホワイトはチコがち、かわいい、ありがとう。ひろちゃん、ありがとう。かき氷、ホワイトはチコがち、ハートありがとう。はしもちゃん、氷ありがとう。サボテラ猫さん、お利口さん。氷ありがとう。いくごぴょんぴょん、氷ありがとう。福ちゃん、レインボースターありがとう。いくごぴょんぴょん、ソフトクリームありがとう。やっほー、みんな喉が歌っててめっちゃカピカピしてて痛い。やっほー、うん、夏バテは大丈夫そう。ザバスね、え、セミがさ、セミがすごい鳴いてるよね。なんかセミがすごい鳴いてる。ありがとう。でもなんかもう体に何も摂取したくなくって。鍋鍋所長、ソフトクリームありがとう。ザバスよ私。ひくごぴょんぴょん、かき氷もありがとう。鍋鍋所長、かき氷ありがとう。ありがとうね。キヨニー氷、玉ねぎおじさんも氷、タッキーチも、マーリン19さんも、タラマムニアさんも氷ありがとう。はしもっちゃん食べてありがとう。ハマケンさんファイトありがとう。びっくりした。今月はもう残り3日しかないっけって思ってたら、あ、4日あった。4日ありました。タラママニアさん、かき氷ありがとう。おやっきーさんもかき氷の旗ありがとう。フォーユーさん、かき氷の旗ありがとう。タラママニアさん、かわいいありがとう。村上さん、かき氷ありがとう。玉ねぎおじさん、ソフトクリーム。若葉ちゃん、ソフトクリーム、かき氷。ミキちゃん、かき氷。シーメンさん、マーロさん、玉ねぎおじさん、ありがとうございます。ありがとう。焦った。もう7月がすぐ終わっちゃうと思ったら、とりあえずあと4日あってよかった。27でしょ、28、29、30、31。うん、シーメンさん、かき氷。りょうたくん、レインボースター。ソフトクリーム、玉ねぎおじさん、レインボースターね。うん、そう、かわいいですか、優しい、ありがとう。ソニーさん、ありがとう。かき氷、かき氷の旗ありがとう。福ちゃんもソフトクリーム。とうとうさん、タフラーメンさんもソフトクリームありがとう。忍者飯のグミね。はじすけさん、氷。ようくんも氷。ソフトクリーム。おゆうさん、かき氷の旗ありがとう。ようくん、かき氷ありがとう。私さ、前髪伸びてるよね。めちゃめちゃ伸びだ。ほら、今日あのいつもと違うと思って、前髪が伸びたからだって。みゃんこ先生、かき氷ありがとう。浅尾さんもかき氷、ソフトクリームありがとう。いっこうさん、ソフトクリームありがとう。伸びたよね、だって伸ばしたら、ほら長すぎる、長すぎ案件。
ね、ちょっと心の選択、ちょっと命の選択しなくてはならない。うん、そう、あとさ、あの口内炎できた、痛い痛い、ほんとね。フォーユーさん、やった、兵庫公演配信で見れる、氷ありがとうね。選択しよう。そう、美里さんめっちゃ好き、断髪式するしかない、ビタミン摂取が必要ですね。とりあえず果物、今桃と ブルーベリーが、あとトマトもお家にあるので、ちょっとほら、ちょっとメールがさ続々と届いていってるよね、みんなね。嘘、配信できたら絶対失敗する。内臓が冷えてる、内臓ってどうして冷えるの？でもさ、内臓って冷たいらしいよね、やっぽ。だからなんかお餅とか食べたら腸に詰まるみたいな言われるくない？急いでいっぱいお餅食べたら。そらともさん、チャーさん、ケンタッキーさん、かき氷ありがとう。くまみんさん、ソフトクリームありがとう。かき氷もありがとう。チョコビね、聞かなくなってきたのかな、聞いてほしいけど。栄養はきっと足りてる、サプリメントで補ってる、よく寝よう。カズさん、お疲れありがとう。ケンタッキーさん、かき氷ありがとう。そから、お、メールが続々と届いてますね。さっきちょっといっぱい送った。福ちゃんもかき氷ありがとう。今日は長く寝れる、明日そんなに急がなくていい、っていうか全く急ぐ必要はありません。うん、だから大丈夫。めっちゃメール届いてるよ、私の。福ちゃん、かき氷ありがとう。明日はね、朝ゆっくりで夜が長いかな。今日こそはちょっとノンアラームしたい。ゆきまるさん、かき氷ありがとう。あ、バナーナ、バナーナ、そんなことないよ。さん、ソフトクリーム、かき氷ありがとう。急いでるなら急ぎなさい。Flowers, thank you. 書いたの、誰誰？あれは私がもう2年前に書いた。懐かしい。ホワイトはチコガチ、氷ありがとう。え、すぐ神戸だよね。はあ、本当だ。配信があるんだ。独占生中継。シュワシュワワシュワシュワシュワ。私は今シュワシュワした、あのシュワシュワしたの好き。ちょっと今面白いツイートね、どうなんだろう。
洗濯するしかシュワ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 したい。メール届いたね。 BKB さんかき氷ありがとう。ひでちゃんかき氷ありがとう。 BKB さんかき氷ありがとう。マニュチかき氷の旗ありがとう。福ちゃんもかき氷の旗ありがとう。カズさんファイトありがとう。4通目ってどんなの。福ちゃん氷ありがとう。ミャン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 。あはっ。ふむふむ。ヤマネコ坊主さんかき氷ありがとう。えっ、サイクルミーの炭酸美味しいけどなんとなくすごい腸が活発になる気がする。フォーユーさん氷ありがとう。そう、フクタンさんシュワ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 可愛い。保存してくれるの嬉しい。優しい。ツーデシさん氷ありがとう。今日は朝あの後家出て冷房切るの忘れてて、もう12時間ぐらいお家開けてたかな。だからショックだった。12時間無人の部屋を冷ましてるってかなりショックだった。やっちゃうよね。ねえ、ねえ、電気代とか絶対爆上がりなんじゃない。そっちの方が節約されるの。つけっぱで出る。ほんと、まあそんな時もあるか。止まってくれちゃうんかな。確かになんかさ、動いちゃうんか動いてないんか分からん時あるくない。冷え冷えよ、冷え冷え。ほんと？切ったり入れたりよりもつけっぱなしの方が良い。あるあるだよね。せいじさんかき氷の旗ありがとう。でもお家帰ってきた時の爽快感が、そこはめっちゃいい。あ、今息していませんでした。どういう報告。受ける。エアコン止める、止まらんの。エアコン会社チキン野郎7人のおばか食べてありがとう。でもなんか最近もう毎日リハーサルさせてもらってて、なんかすごいありがたい。今まではあまりそんな前日、なんか今日もね通しリハをしたんですよ。でなんか例えば花だれ公演とかでも通しリハせず本番行ったり、わっ、あ、外れ。バリーさん外れありがとう。ハズレでした。ん？24時間1ヶ月エアコン使用で24万円。1日1万円ってこと。やばい。すごい。橋本ちゃんどうぞ。ありがとう、ありがとう。あ、会社が負担してくれるんだ光熱費。24万請求面白い。チキン野郎7人のバカ食べてありがとね。そう、
そう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 、なんだろう、初日の次の日のメンバーはあんまりゲネとかもできないし、なんか通しリハとかなかったから、今まで だからすごい今回はたくさん通しリハさせてもらえて嬉しい。果樹さんソフトクリームありがとう。通しリハめっちゃありがたい。今日はあの曲でなんか変なことしちゃったからちょっと気をつける。なんかあとは割と今回のツアーリハ期間は1ヶ月前ぐらいからレッスンがあったので、だからすごい余裕を持ってできるから今までで一番不安なく初日を迎えられると。うん、成田のしんの指氷の旗ありがとう。みかんやさやーんさんかき氷の旗ありがとう。例えば僕の太陽公演の初日は、うん、楽しみにしててください。楽しみにしてて、私もめっちゃ楽しみだし、みんなが喜んでくれるポイントいくつか思い浮かぶの。マニョチ氷の旗ありがとう。 BKB さんかき氷のシロップ漬け、シロップ漬けありがとう。ホワイトさんかき氷の旗ありがとう。タッキーあの青井さんかき氷ありがとう。ミキヤくんかき氷の旗ありがとう。いいね、カメ子とか楽しそう。そう、不安要素がね一つ一つないの、一つ一つなくな、ん、一つ一つなんかなくしていけるの。そう、あーこの曲あの時間違えちゃった、あ次はあの曲時間違えちゃったみたいな、たらなんか修正していけるから嬉しい。例えば僕の太陽公演は、あ、じゃあ今まであった初日系のやつは、うーん、不安、じゃあ今まで例えばお披露目公演でしょ、2期生の僕の太陽公演でしょ、あとはマイカーピンマイカーの公演、そんなもう不安じゃなかったかな。で、うん、マイハマも初日って言ったら初日なのか、年表もうさエケペディア見た方が早くない、絶対。あと夏の瀬戸内昇格ツアー、エケペディアおもろいとか、あ、なんかで、おっきいコンサート系 STU の4周年ラインライブ、特別ライブ、ちょっとなんかコロナでかぶってできなかった、3周年とか、あと、え ?3 周年からいるの?そっか、え?だって3周年の記念配信みたいなしたもんね。うっ!セルアミとかやばいな。確かにセルアミでしょ。で、4周年で5周年は頭がすごいこんがらがったのは6周年とリクアワの、そのリクアワ6周年昼、6周年夜とか、お披露目公演は船でお披露目公演させてもらいました。船のセルフィッシュアンビティーズでしょね。レモンジュース、え、もうなんか、え、夏ツアーの帰りとか頭痛かった記憶だもん。うん、あ、落語ね、落語途中に本当年表
作るなら、うんって落語とか、え、奈々さんの卒業コンサートとか、卒業兼任解除コンサート、福ちゃん氷の旗ありがとう、あと指呼びやばい、みつるさんかき氷ありがとう、福ちゃんかき氷ありがとう、自分の生誕か、確かに自分の生誕は日替わりユニットがなんかあの日から僕は変わったで久々にやるし、そもそも自分の生誕がもう何年ぶりかの公演、花だれ公演だったから、え、1、2ヶ月ぶりとかだったから、あ、オリズルタワーで春夏秋冬はもう全然大丈夫だかな。成田の真の指ありがとう、かき氷、そろともさん、純一さん、かき氷の旗ありがとう、うん、あとは違うよ違うよ、レイダウンでスカート、レイダウンが終わって次そのビンゴと木体のワンピースに着替える時、スカートのチャックがなんかほんと下がんなくって壊れちゃって、どう頑張ってもどうあがいても下がんなくって、それでもうそのスカートそう壊しちゃった。そう、今まで衣装が入んなかったことはまだない、まだない、全部頑張って入ってた、今は今も頑張って入ってる、今はなんかサイズがちっちゃくなっちゃった、なんか前までは自分の衣装だったりなんか大丈夫な衣装だったけど、今はなんか先輩の、細い先輩の、細い先輩の衣装をね借りしてるたりするときは本当頑張って入ってる。でも確かに今まで、今は確かにちょっとは余裕になってきたかもね。でもそれでも頑張って、オキさんとかマリーナさんとか千穂さんとか、なべなべ所長かき氷ありがとう、うん、そう。でもね、私衣装をお借りするのは千穂さんが多いですね、身長的にも一緒っぽい。思い出せる恋をしようの紫の、 あのワンピースの衣装は千穂さんのお借りしてます。うんうん、でもなんかもうなんだろう、お披露目ほのたんさんのなのか、あれ、え、みなみさんのお披露目、お披露目で来たのはみなみさんの着てたの。でも多分ほのたんさんのも着てると思う。ほのたんさんの衣装もお借りしたことあるし、千穂さんもだし、いや、花だれのおきさんの衣装入ったのはほんと、え、なんならキリギリス南さんに来てますよあの華奢代表南さんよ。もう私割となんか水のようにすんなり形を変えられるタイプかもしれない、なんかどんな方にもハマれるのかな。頑張っ、今は多分絶対はぁ、あ、が美しく
こうなってると思う。もうみなみさんの来てたら歯がなくもそうそうそう、 YouTube にあるやつ。そう確かに峯岸もね、みなみさん。そう、あ、猫か。私液体、そうね、ヨーグルト好きでよかった。筋トレもやっと腹筋の筋肉痛収まりました。そうよ、奥さんの衣装を着れた時はもう拍手だ、拍手喝采でした。なぜかというと、私が多分着れなかったらもう衣装余ってないみたいな、そういうゆとりある衣装が、うん、でも結構なんか特注のメンバーとかもいるっぽい。そのなんか例えば身長的に絶対合わんやんって組み合わせのなんか同ポジのメンバーがおるから。それなるさん、かき氷ありがとう。ほんと安心ですよ、それに関してはね。だから特注の着てる子もいる。なっちゃん氷ありがとう。コーラさん結婚してコンコン、結婚するならどこで挙式あげます？チャーリーさん、まなかちゃん、かき氷ありがとう。福ちゃん氷の旗ありがとう。なっちゃん結婚して、結婚、結婚するなら私何をくれるんですか？面白い。まにょち氷の旗ありがとう。リアルお話し会で挙式あげんの？あのなんか旗みたいなの、あの作って、結婚おめでとうみたいな、結婚、結婚してくださいみたいな。ビロコウさん、かき氷ありがとう。横断幕みたいなので結婚してください。めっちゃ面白い。フォーユーさん氷ありがとう。大掃除終わってる。そう、私はかぐや姫だと思って、うん、竜の玉とか、なんか玉持ってるじゃないですか竜って、とかなんかネズミの皮みたいな、なんか燃えないみたいな、とかなんかいとしまってどこ？いとしま？広島？猿の毛皮？あれって結局、猿の毛皮持ってるの？洗濯しようぜ駆動。あ、なるほどね。タダチーさんお疲れありがとう。ユージさんソフトクリームありがとう。糸島ディスタンス。そうめんやっぱりイボの糸。ただちーさんソフトクリームありがとう。結婚、間違えた、洗濯だった。ちょっともう洗濯、洗濯しようぜが結婚しようぜ駆動に見えちゃった。アニメの聖地だったら、あのミューズの子たちが練習してたあの坂、うん、昨日さ、沖さんがさスペースしてたからさ、えー、いいなって思ったらもうすぐ終わっちゃった。あ、福岡県糸島市、福岡か広島かと思った。神田官明、おそこがいい、その坂で、うん、挙式、そこで全力ダッシュ決める。
いつかあそこ行ってみたいんだよ。パパ、ママはな、かぐや姫みたいなものだったんだ。ママは、パパ、ママはな、パパがな、どうやってママと結婚したかというとな、かぐや姫みたいにいろんな献上物を与えたんだ。神田明神行ってみたい。あ、鹿の島は知ってる。鹿の島さ、あの行きたいってなってて、ミリと。でも今日雨だしみたいな感じでなし。アクアはあれ静岡、裏沼、沼津か、沼津。神田明神はそんなに行かない。沼津は行ってみたい。私も沼津。パパは結婚してて100回叫んだぞ。100回だけ。ママは月に帰ったの。なんかお話し会でプロポーズしたんだぞ。出た、パパ大喜利。あ、沼津市内浦ってことか。水木さん結婚して、なんで結婚したいんだ。ママはプレゼントの量でパパを決めたんだぞ。パパはショールームめっちゃ課金したんだぞ。のこの島初聞き。のこの島って何、どこにあるの。島知りたい。ママは過去タワマ。あ、鹿の島で金銀見つけて献上してくれるの。グラマンさんどうぞ、いただきます。皆さん、あのタワーのお礼はしばしお待ちくださいね。待っていただけると土曜日にはお礼できると思うので待っていてください。ザバスさん、かき氷の旗ありがとう。ザバスと私、あいあい傘入って結ばれる。ザバスさんって人がザバス考えたの。そんなことない。何わさび丼って何です。サバスさんすごい、博多湾に浮かぶんだ、のかの島。私は貴船神社。絶対気持ちいいね。ママはすぐに画面からいなくなるんだぞ。のこの島ってなんか名前かわいい。のこのこしてる。あ、確かに与田さんの出身地だよね。ゆうじさん、かき氷ありがとう。種ヶ島いいね。鉄砲ザビエルや。ザビエルかいね。ザビエルは山口か。なっちゃん氷、福ちゃんも氷ありがとう。猫島、そうなんだ。大沼明穂さんもそこ出身なんだ。私もアクアの聖地行ってみたい。ササちゃんだおうおう、アクアリウムで。まるともちゃん食べて、たくさんありがとう。いただきます。いただきよん、食べたい。カジさんソフトクリームありがとう。にゃんにゃん待ってて。にゃん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 、遊びましょう。トゥ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 。この歌を最近聴いて楽しかった。カジュさんありがとう。はっ、ザバスさんかき氷の歌、大吉さんもかき氷、チキン野郎7人おバカかき氷ありがとう。ありがとう、ありがとうと君に言われると、なんだか切ない、さようならの後に溶ける魔法、淡くほろ苦い、 The taste of the flavor of life。
今はミャンミャン、今はミャン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 。ハム。ザバスさん、かき氷の旗ありがとう。洗濯は朝さできて嬉しい。洗濯がたまらん、リハ期間ってマジで洗濯がたまるんですよ。なぜかというと毎日服を着るから。そりゃ着るけど。ザバスさん、かき氷チキンアロー7人のバカありがとね。かき氷ザバスさんありがとう。うん、そう、いや毎日服を着るから。そう、かき氷イベントは31日までよ。ヤスさん、かき氷ありがとう。シーパラダイス、え、そう、恋になりたいアクアリウム、普段着てないみたい。そう、しかも汗かくからすぐ洗濯しないとダメなの。でも今はそう1日で乾くから。でもさ、本当に家にいる時間が少なくて、なんかわかると思うけどさ、なんかさ、もうこの家がただ寝るだけの場所になってるんだよ、リハ期間って。そうなるの、ただなんか寝るだけの場所。そう、そう。そう、服着なけりゃうん解決よ。そうだから、なんか家事とかさどんどん溜まっていく一方で、でも配信とかの間になんかできるから嬉しい。みんないつも見守ってくれてありがとね。みんなのおかげ。今日は一応ね、朝の番組のために、そう、昼前直送便今日も出演させていただけてすごく嬉しかったです。もっともっと頑張って、なんかスタッフさんに、なんだろう、もっと満足していただきたいというか、見ていただく皆さんにもなんか満足していただけたらなって思うんですけど、ありがとうございます。ザバスさん、かき氷ありがとう。そう、でもなんかもうママ来てって思った。もうママ来てってなった。もうなんかもう何もできないよって、もう朝はもうママ来てってなった。ねえ、家ただグッズ積む場所はやばい。ザバスさん、かき氷ありがとう。 B 型免許さん、かき氷ありがとう。え、私次のなんかさ、私いつも半年に1回自分にご褒美を買ったりしていて、初めてのご褒美はこのタブレット、配信用のタブレットで、そう、タブレットあったら便利だなっていうことでこのタブレット買って、次のご褒美がヘアアイロンだったんですよ。そう、しかもすっごく結構高級な、そう、髪の毛がねサラサラになる。でその次とかがあの ASMR のマイクで、そうよ、このタブレット。自分のラーマーさん、かき氷ありがとう。ヤーキさん、ザバスさんもかき氷の旗たくさんありがとう。そう、あ、でもエアじゃないか。デコチ推しの売り子、え、本当に私推しなんですか。嬉しい嬉しい嬉しい、本当に。マイク全然使ってない。え、使っちゃおうやん。割とあれは使っちゃおうやん。ご褒美でハウスキーパー、え、本当なんかハウスキーパー頼もうかなと思った。次のご褒美何にしようと思って、なんかもう家とか。あ、面白い。本当に冗談ですよ皆さん。タワマンにしようかな、次のご褒美。でも次のご褒美何にしようかなって、ちょっと、何がいいと思います。でも私はマイクはもう飽きました。飽きてない、飽きてないって、飽きてない飽きてない、まだまだ。ある日突然背景が変わってて、なんかここがもうさ、なんかさ毛皮のソファーみたいになってたらどうする。ヒカキンさんの
お家のソファーみたいな。ご褒美タワマンかな。あ、枕カバー。でもさ、結構あのそうファンの方からね届いて、しんいちさんハートありがとう。結構ではないんですけど、お優しいファンの方が届いて、今持ってるあのやつはそう絹のやつが届いて、送った気がする、そうだよ絹のやつが届いて、今手持ちの枕カバー5枚あるから結構回せてます。嬉しい。そう絹よし、かき氷ありがとう。いやダメだよ、生き物はそんな私預けられる、命を預かる権利はないよ私には。え、シルクいい、気持ちいい、え寝落ち、そう高級なやつきた。だから手持ちが5枚でちょうどよく回るのが嬉しい。ダメだよ、私は命を預かれるものじゃない。なんか本当に多分だけど、なんかいつか本当になんかはぁってなっちゃう、なんか怖い、それが私はできませんだから。そう、なんかそんな私は責任感が強いわけでもないので、し自分の命でも精一杯なのでそう、え、そう、それで気になってるのがヘッドマッサージのやつかシャワーヘッド。でもシャワーヘッド良くない？なんかヘッドマッサージってこうやってやらないとさできないじゃん。絶対毎日使うものがいいって確信したんですよ。もしね買うようになったら。ひとみちゃんかき氷の旗ありがとう。だってこのタブレットだって毎日使ってるじゃないですか。でヘアアイロンもほぼ毎日使ってるし。そうなの、リファのシャワーヘッド。え、嘘、待って、シャワーヘッド送ります、ボット来た、シャワーヘッド送ります、ボット来た。え、でもそうか予算内で。え、おねだりリコチ、おねだりこち。え、シャワーヘッド気になるの。あ、でもそれかアップルウォッチ、そう迷っている。みやこ先生ソフトクリームありがとう。そうシャワーはかなりいい、23、あ高いよね。マッサージ機能付きとかあるのか。でもなんか私はこの家に飽きていて、この家に飽きたのでなんか総入れ替えしたくって。え、全然違うの。でもなんかツルツルになりたい私。絶対ね動物をなんか預かるあれができないと思う。あの何、余裕がね、心にも余裕が持てないと思う。引っ越したい、物件見よう。アップルウォッチ欲しいよね。両腕面白い。え、ちょっと待って、マイクロバブル、リファシャワーヘッド、ちょっとアマゾンで見るね。お、高級高級。あら、なんでこれは安いの。2万4800円になってるけど。そう、うわ高級すぎるよ。ツルツルになるのかな。きっとシャワーヘッドっていいですよね。2、3万がいい。来月買う。
え、でも確かにお給料日来ましたもんね、皆さんも私も。あ、ちょっとみんなになんか皆さんもって言ったらさ、皆さんもにやりみたいなさ。違う違う。え、そう、ヨギボーもいいなって思った。え、でこの家をもう総入れ替えするなら私は絶対敷布団にして。あ、でもな、地面の音とかに結構ああなっちゃうか。敷布団にして、私はね、もうね、旅館のような家に住みたいのなんかもう和なお家に住みたくて今。なんかもうね、旅館のようなお家に住みたいの。畳がいい、畳が。で、もう襖があってほしい。うん。で、ヨギボーとか置きたい。あ、ごめんなさい。うーん。ゆで卵メーカー絶対いらないよ。プレゼント用の快眠グッズ、何それ。もうみんな嬉しい、優しい、大好きみんな嬉しい、元気になってきた。なんか元気になってきた。私旅行か、確かに。なんかしかも私行くなら一人で海外行きたいな。屏風、屏風置く。なんか寝るところのさ、うわいいな、したい。寝るところに屏風、ここをこうしたい。うん、いいかも。はあ、新しくお家を作り変えたい。動物の、はあ、このさ、世界が動物の森の世界だったらな。だったらさ、好きなところに家建ててさ、好きなように家具配置してさ、虫売ったりし、魚売ったりして 2億稼げるしさ、株とかで。はあめっちゃそれ、うん、80万ベルで増築したいな。え、屏風欲しい。屏風、屏風、ちょっと屏風、屏風、屏風が欲しくなってきた。屏風、アマゾン。あとゆりかごも欲しいんだよね。なにこれ、全然思ってたんと違う。めっちゃ面白い。でもさ、多分すぐ飽きる。なんかゲーミングみたいな部屋もにも、も欲しいなって思ったりもするし。わかる、ハンモック欲しい。やばい、欲しいものばかり。ほら、こういうなんかさ、卵みたいな、卵みたいなやつ、これ鳥の巣みたいな。でもなんか赤ちゃんみたいなゆりかご、ゆりかご、何あれ、ゆりかご椅子、ロッキングチェアか。が欲しいの。なんかゆらゆら揺れて、へーってした。でもこれ多分酔うよ、すぐで飽きる。動かないでって多分発狂する時が来る。動くなっていう時が来る。どこに置くんだ。そうそうなんよ、結局は。うわ、いいな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 。私もゆりかごに座ってさ、揺れながら本読みたい。いいな、いいな。通気性もいいよって教えてくれて、ふわふわもいいよって。スピーカーみたいな、75万
とりあえず1年間は頑張って働くぜ。だってさ、貯金貯金貯金、ふにゃいいな。ひーさんありがとう。揺れたい揺れたい。でもすぐ飽きるかもしれないもんね。ていうかなんか私はもうね、浮浪したい。なんかもう、うん、もう私は浮浪して生きていきたい。なんかもう浮浪したいです。リコチなら1ヶ月で余裕なので、もし私がそれに座って配信し始めたら、もうはぁ、リコチそっか出世したんだなと思ってね。ひとみちゃん可愛い、ありがとう。いやちょっと楽しいね、こういう話大好き。広島物件、じゃあスーもしよう、スーも。スーもしよう。ん？お？あーあーダメ、イーダメ、ウーダメ、エーダメ、オーダメ。わかる、物件の間取り見るの大好き。ボスの本拠？私お風呂がなんかすごい快適なところに住みたいのよね。闇バイト、闇バイトしはじあしたんだなって思って。あれ待って、ひとみちゃん可愛い、ありがとうね。可愛い、面白い。あれお腹鳴っちゃった。あーあおうあうるさいね私。ああとはクローゼットが広かったら嬉しいよね。え？古い、もうちょっとおばあちゃんち、おばあちゃんち。じゃあ今から物件見ながら話そう。おばあちゃんち、おばあちゃんち。いや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 、なんでこんななんかおばあちゃんちばっかり出てくるの。いやもう全然出てこないじゃない。あ早起き頑張って。お疲れ様、カズさんお疲れ様、ありがとう。間違えた、ありがとうありがとう。確かに畳、畳確かにな、私も畳を求めてるものね。はしもっちゃん食べて、ありがとう。ありがとう、いただきます。え会いたいね。え、もうさ、いつ会えるのって感じ。おおおお、うわびっくりした、ドン・キホーテかと思った。だけど、はい、今この子とねちょっと喋っちゃおうけ。おおおおおドンキ、そう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 、周辺あドンキ、ドンキホーテに住むのかと。あなたの理想不動産っておすすめ。え、わかる、ついつい見ちゃうよね。めっちゃわかる。なんかさ、えめっちゃいいやんここ、なになにこれ、はえ、うん、でもなもう遅刻しちゃうよってなったら困るもんな。
おお、イエーイ。え？あー、なるほどね。あー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 、そうそう、ちょ今ね土地が、あーそうそうって、スコミンありがとね、お疲れ様んぼう、お疲れ様んぼうや。みんなも明日早い人多いのね。私明日はもうすこぶる遅いからいい感じ。うん、遠い遠い遠い。ん？リサーチャーさん、かき氷ありがとう。お、飛び飛び。あ、ありがとうございます。飛び飛びでござるか。ございますか。マーシーさん、かき氷の旗ありがとう。こんにちは。今私は物件を見ています。物件見てます。あーああ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 あ、うるさい人だ。あーんあーあーうるさいうるさい。ああおおおおおおお、遠い遠い。あやかちゃん、かき氷ありがとう。ショットさん、ソフトクリームありがとう。あやかちゃんもソフトクリームありがとう。23位物件探しアイドル。物件ほんとちょいちょい見る。あ、地図地図地図を見る、地図を。あーあーあ、遠いね、バイバイ。そう、やっぱり基本的半以下、やっぱり半以下の近くがいいから。どのエリアで探してるのって言ったらバレるじゃん。とりあえず広島だよ。広島、広島県。うん、とびとびの皆さんこんにちは。僕と一緒に住みましょう。お願いします。じゃあもうすべて、え、いい条件と悪い条件のリアクション、リアクション分かるでしょ。ご予算は、うーん、え、ねえねえ、お家賃、お家賃ってさ、お給料のさ、な、何円分とかさあるん？お、おうおうおお、いいやん。おお、あら、ああああ、おばあちゃんち、おばあちゃんち、これはかなりおばあちゃんちだった。インターホンが電話、まさかの受話器。3割、3分の1なんだ。いつも私のショールームを見てくださってありがとうございます。ひららさん、かき氷ありがとう。そう、現実的に考えてたんだ。広島で一番お高い物件ってどこ？はあ、おばあちゃん家だった。びっくりしちゃった。そう、受話器映してくれるの。ああ、通えない通えない、通えんて、自転車通いじゃ。
自転車が良いじゃの。動画見てみよう。私の声でわかるでしょ。ダンディ親父さん、かき氷ありがとう。もうみんなとさ一緒に住もうや。今からお部屋に入っていくちょ。ああ？え？え？おお、あうんうんうん。は？なんか玄関のドアがすか。あ。もう早く他移して。あ、ええけ、分かったけ。はいはい、おお、イエイ、イエイイエイ、あーあーあー、イエイ、あっ、おおおおおお、いいよいいよいいよ、うん、あい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 、おお、イエイイエイ、ええけ、もう分かった。あ、狭っ。お手入れが狭え。あーあん、あんあん、狭いて。女の子にクローゼットそんな狭さで足りると思っちゃうか。今の家よりもクローゼットが狭い。オートロック、朝地区、地区朝3回以上。はあ、ありがとう、ありがたい。ツーデスさん氷の旗ありがとう。レンさんソフトクリーム、ヤッシーさんソフトクリーム、ヤッシーさんかき氷、レンさんかき氷、ヤッシーさんもかき氷、任務完了さんも余裕のようなもかき氷、ありがとう。なんだかね。お、あ、いや、はぁー、わーお、わーお、わーお、わお、あー、あー、わお、わお、どう、私の反応でどんなところか分かった？さ、完璧なところってないんだよね、結局は。結局は、じゃあ東京で家探そう。じゃあ今から東京で家探すね。え、東京のさ、どこがいいの？私東京の土地全然知らないからさ。深い話のジャッジじゃんねこれ。え、5回以上必要なの？ダンディ親父さんかき氷ありがとう。え、 G が登ってこないように。白金台、あ、小説で出てきた。おお、あ、目黒、あ、え、はい、築26年。なんで広島の出てくるん？白金台、あ、そうなのか、ありがとう、教えてくれて。わー、
わわわこれ画面見せていいのかな。私こういう洗面所憧れる。わかる？なんかさ、わかる？このなんか器で水がさ、こうやって入ってくる、水受けてもらえるもの。おりちゃん、香りの旗ありがとう。こういう洗面所めっちゃ憧れる。なんか立体的な洗面所。確かに。べーん。ウォークインクローゼットだったの？本当に？ね、おしゃれ。ドラマでよく見るやつ。あ、おーい。腹減った。腹減った。次はじゃあ港区で見てみる？オッケー。駅変える。何？山手線？何がいい？目黒？目黒？代々木？駅の山手線から出せるよ。どこがいい？やばい、お腹なっちゃった。港区って何？何？恵比寿？はーい。お鍋さん、かき氷ありがとう。めっちゃ楽しいんだけど、みんなと物件見るの。うん。じゃあ3万円から100万円以上までね。私、あ、3万円以下？100万円以上？ん？100万、とりあえず上限なしでいくわ。とりあえず指定もなしでいく？どうする？何 DK？ 一人で住むなら何なんちゃら K がいい？なんちゃら何 K がいい？あ、明日早いのね。みんなありがとう。幅広くいく。え、もう4376件も出てる。え、さすがに100万は無理だから。え、でも100万以上見ないとやっぱりさ。え、5K 以上。 1SLDK って何？何 S って？あー、最悪 1K。 そう、 1K から 1LDK が一人暮らし。じゃあ 1LDK にしてみるね。あ、1151件に。あ、なるほどね。バス、トイレ別、2階以上、エアコン付き、あ、温水洗浄なんちゃら便座、ブロック、駐車場いらない。オートロック、オートロック、コンロは2口以上ね。インターホンもついてる。都市ガスって何？とりあえず都市ガスにしとく。ペット相談か。うわ、それで結構なった。駐車場いらない。洗面所独立で、室内なんか洗濯機も。もうリビング、え、寝る部屋とあれ分けたい。寝る部屋とあれ分けたい。 What kind of home interior do you like? とりあえずなんかペット相談課で行くわ。私リアルな。ヤッシーさん、ソフトクリームありがとう。小型ペンギンさん、ゴルダル。そっか、ゴルダルアバターってさ、あの7月31日までなんですよ。だからね、よろしくね。お、リアルな声が出ちゃった。じゃあ、お、これは何？とっても大きな15階。え、広すぎるかもしれん。こんな人、うん、お、え、そこそれ。いや、なんかここ変なこだわりを感じて嫌だ。なにこれ、なんかいらない木があるよ。いらない気がある。
いらない木があるよって何？はい？ノーね、これノーです。見た目が豪華なだけでした。めっちゃ面白い。このあおうんうんうん、あ駅から3分がいい。あ綺麗キッチン。お風呂ちょっと感じましたね。あのああごめんなさい。どういう声あ、あ、なんなん楽しいこの配信。マサさん氷ありがとう何この配信。ちくわさ、ちくは浅いでお願いします。カラオケルーム、ジムあり物件とかあるの。マサさん、ノーネームさん、ありがとう。かき氷にソフトクリーム、確かに。お、あ、あ、ごめんなさい。お、お、あ、あ、一、今までで一番いい、一番いい。なんかそんなに人がす、お、これがクローゼットですか？クローゼットの本気見せてよ。今までで一番いいの来た。ちょっとじゃあ土地変えよう。土地を変えて、え、もうね、もうトッシーさんかき氷ありがとう。もう、あ、やっぱ防音系ね。ちくわさ、たこわさ、もうね、やばい。どう表現したらいいのかな。えぐえぐ。山手線の今恵比寿だったんだよ。次はどこがいいかな。目黒ないよ。あった。じゃあここね。オッケー。わお、あ、恵比寿とどう違うの。お、あ、ここ好き。そう、私、あ、暗いぞ。あ、でも落ち着くね、なんか。あー、落ち着く色。なんか全体的にとっても黒い、暗い。あー、落ち着く落ち着く。あー、落ち着くよ。おー、あ、好き好き好き。あ、ここはですね、あー、でも巣鴨、池袋、巣鴨。ちょっと待ってね。お、あ、うん、うん、あ、あわあ、夢のようなところがあるよ。複雑。あ、わお、わあ、わあ、わあ、こんなところ誰が住むの？どんな人が住むの？じゃあ巣鴨で行こう。巣鴨で。シュガーも、シュガー、
たーよ。あ、一発目からいい。白金さんだ。一発目から私の好きな感じ。あら、うん、ああ、あ、あ、ヤッシーさんありがとう。かき氷白金か。フリマルおバカさんもかき氷またありがて。やっぱさ、土地の名前って難しくない？外資系会社が外国人役員。わお、なるほどね。オリちゃん氷の旗ありがとう。富裕層。あ、間違えて変なとこ押しちゃった。うん、広島のやん。おすすめみたい。あ、うん、なんか床の感じが好かんな。洗面所好き。うん、次は土地どこがええかな。うわ、いっこうさんソフトクリームとかホワイスありがとう。かき氷の旗もありがとう。どこがええかな。中野ってどこ？ないかも。白金台、白金台か。渋谷はダメなの？文京区。うん。山手線の中おらん。こう、なんか高円寺聞いたことある。どこにどう調べたら出てくる？高輪ゲートウェイは何？ここわかんないけど。え、いっぱいなんかさ、なんちゃらなんちゃらみたいなさ。あ、渋谷は坂がある。中央線ね。オッケー。みんなさ詳しいの面白い。すごい。中央線。中央線どこだ？ん、私今東京でお家を買うっていうね妄想だよ。東京でお家を買うっていうあの妄想。え、じゃあ場所変えよう。え、でも私東京以外で何も思い浮かばないもん。どこにしよう。北海道にする？次は。どこがさ住みやすい。神奈川県？横浜？ CDH さんありがとう。あ、でも私が好きだったところある。横浜？ね、北海道思うだよね。思うだよね。富山？横浜ね。うん、買ってもらう。工藤理子お家を買ってもらう。横浜タワーマンションで見てみよう。みなとみらい。え、そう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 。ちょっとね、私がね撮影、あのね、いいところがあったんだよ。うん、神奈川県の三浦群馬山頂、みなとみらいのタワマンだね。オッケー。
西八王子がいいの？横浜いいの？渋滞がある。とりあえず1億4,980万円の方見てみるよ。めっちゃ面白い。いすごーい。わーあーわー。ん？あ、ちょっと酸素が足らなくなっちゃった。もう酸素足りません。面白い。小型ペンギンさん、メロンメロンかき氷。え、やっぱさ、ほら眺めがいい。海海、港未来が見える。これ港未来ですか？よくわからないんですけど、オーシャンビューって言ってる。でもこんなんさ、一日で飽きちゃいそう。私、うん、楽しくなくなっちゃった。出てっちゃうかも。ああ、びっくりしちゃったよ。とにかく、うん。結構なんか地区が深いところある。あ、浅いところもあるよ。あ、海のそばいろいろ錆びます。お、ここはどうじゃ。でも いろんな人が住んでる、多分こんな中には。外観ばっかりだった。じゃあ、3階 ?3 階、まあ3階で見てみましょう。おおおお。え、部屋を見せて。あ、お部屋の中見せてもらえなかった。面白い。武蔵小杉、確かに停電すると怖いか。パシフィコの横浜の周辺たまに見るからさ。そうなんだよ、こういうさ、あの景色ってたまに見るから。びっくりしちゃった。え、3億9000。じゃあ54階だけ建ていくね。3億9800万円。すごい。外観がすごいよ。誰が住むの？ちょっと外観じゃなくて家だった。誰が住んでんのこれ。王室？シャンデリアあるし、大理石、バルコニーからの眺めです。もうさ、あのバルコニーって言うんだね。あ、お、でも、あ、あ、あ、一括？一括ですかこれ。ね。じゃあ、あ、ありがとうございます。夢を見せてくれてありがとう。じゃあ東京タワーマンション、はい。もう美術館だった。貴族が住んでるんだね。怖い、もうびっくりしちゃった。ヤッシーさんどうぞ。ありがとう、ありがとう。うん、ねえ、絶対。おおー、わっ、
やとも息ができない。浜松町レインボーブリッジ、眺めは綺麗よ。浜松町、おお、タワーマンションあるあるなんだけどさ、あの窓がさ、こんな窓がこれでカーテンかじゃない、もう窓こんな何。ミイロさん、ハルオさん、かき氷ありがとう。私なんかこういうのを見ると、あ、私は今の暮らしで満足できているなって思う。わっわっ、でもこういうなんか真珠みたいなかき氷、間違え、真珠みたいなかき氷、ほらもうかき氷食べられてたら私それで それで幸せなんですよ。うわーすごいね、何これ、フィットネスあるよ。おいすごい、もううちに来なさい、お茶出すよ。優しい優しい人がいる、ありがとう。うん、なんかそう、壁がすべて窓、なんかさ、眺めなんか多分飽きちゃうんだろうなって思う。もうなんかお腹いっぱいだってなっちゃうのかなって。虎ノ門、そう、身の丈に合った幸せって大事。あ、うん、そんなキッチン、え、なんか私夢見てたタワマンがなんかあんまり惹かれなくなって、おお、風呂広い夢見てたタワマンなんかあんまり惹かれないな。なんか私がなんかもう見これ見てるだけでお腹いっぱいになっちゃった。え、そうなんだ、素敵。なんかお腹、頭が痛くなってきちゃった。うん、温かいお茶入りました、優しい。うちも麦茶が飲み放題ですよ、優しい。ヨーグルト、うん、ヨーグルトとあったかいお茶と麦茶飲み放題で、炊きたてのお米が食べられたら私は幸せだな。え、うん、なんか私炊きたてのお米が食べられたら私幸せだ。私もうなんかもう私ほんと1年ぐらいあんまり炊きたてのお米食べたことない。それは言い過ぎ、実家帰ったらさすがに食べてるよ。でも炊きたてのお米なんてもう食べてないな。炊きたてのお米がよりも出来たてのかき氷、すりたてのかき氷しか食べてないからな。炊きたてのお米が食べられたら私は幸せだよ。シャワーヒン、あー、お腹いっぱいになりました。あー、え、面白いね。でもバリーさん、ソフトクリームありがとう、優しいね。人生方向音痴さん、ホワイトさん、かき氷ありがとう。うん、え、一軒家ってこだわれる？じゃあ一軒家で見、え、そう、なんか私、じゃあ一軒家で見よう、どう調べたら出てくるのか。お鍋さん、人生方向音痴さん、ヤーキさん、ありがとう。湘南、私湘南が似合う？なんで似合うの？湘南美容院か違うか新潟がいいの？うん、私お家でた、え、炊飯器ね持ってるんだけどなんかもう食べなくって。魚沼コシヒカリ大好き。うん、 Wi-Fi あるだけで幸せ。人生方向音痴さん、レンさん、かき氷ありがとう。おやすみなさーい。沖縄いい、沖縄の一軒家、じゃあ沖縄、あ、湘南、沖縄間違えた。え、じゃ湘南タワマンいい、え、いいの、見てみるよ。
なんか、うん、なんか真実を知ってしまった。私は今までいいな、夢見てたのものとは違った。私はタワマンじゃないわ。私宮殿が欲しい。あ、おもうやばいじゃん。私宮殿、お城に住みたい。おやすみなさい。鎌倉がいいの？私お城に住みたい。お城ってどうやったら住めるのかな。縦よりも横に長いがいいかも。やばい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 、わがまま姫、わがまま姫が現れた。縦よりも横に長いがいいかも。タワマンの何に幻滅したか、なんか思ってたんと違った。なんか狭かった。なんかありきたりだったと。タコミさん、氷ありがとう。人生方向音痴さん、ありがとう。氷の肌、なっちゃん結婚してん？なんだね。なんか違った。お城がいいな。ヨーロ、え、ベッキンガム宮殿、これこれ。え、でも私は結構インドのあのジャスミン王女が住んでる宮殿がいいの。愛媛県今治市に宮殿があるの？それは私も住めるのかしら。レトルト食品の工場なのこれ。すごい、めっちゃ綺麗。わあ、島買うか。ウィーンならお城に住める。なんで、なぜヴィエーナ。住めるって出てこないの？私もう欲張りじゃない？シェーンブルン宮殿に泊まってオペラを鑑賞？すごい。人生方向音痴さん、氷ありがとう。もう空飛ぶ絨毯いいな。あ、シェーンブルン宮殿、お値段、住める、これは月なのかしら、それとも、あ、月52,000円でシェーンブルなんちゃら宮殿住めるらしいよ。 2LDK。 ほらやっぱり私は海外に移住しよう。マリー・アントワネットが育ったの、生まれ育ったの、夢、シンデレラ城。人生方向音痴さん、かき氷ありがとう。え、でもそんな大きい、だって庭を手入れするのなんて大変でしょ。だからうーん広島城、モルディブ、海の中のホテル、これすごくない、すごい。え、水海中ホテル死亡、怖い怖い怖い、怖いことしないで、怖いことしないで。わあ、バリーさん、かき氷ありがとう。はしもちゃん、ゴルダルちゃんありがとう。コマロさんありがとう。達也ポーン、すごい氷の旗たくさんありがとう。コマロさん、ソフトクリームちゃんもありがとう。かき氷いただくわ。すごい。
ッケー。うん、あくび出ちゃった。幸せに住めたら幸せだな。幸せに住めたら幸せだな。うん、幸せに住めたら幸せだよ。おりちゃん、氷ありがとう。あくびレター。 BKB さん、氷ありがとう。もやし生活さん、ありがとう、ありがとう。ね、温かいお茶飲んで落ち着こうね。なんか私もうこのここで足りてるわ。なんか足りまくってるわ。大谷翔平してるわ。すいません、本当ご本人様に申し訳ない。え、足りてますわ。空友さん、なっちゃん、ありがとう。氷白を買ってすんの広すぎてお掃除が大変。お化けが出る、ドラえもん。なんか心理だね。心理。大谷翔平に なりました。足りてるわ。え、お部屋の中見ててよ。外見ね、外見だけじゃなくてさ。うん、タレを知る。ボケ大ボケしちゃったわ。タレを知っちゃった。タルを知る。え、私こういうお家憧れる。綺麗。うん、いや、うん、私はここが私の都じゃ。そう、夜にカラオケ配信をして問題ないところがいいよね。和洋中イスラムロシア何でも。え、インドい、なんかジャスミン王女の。そう、インド、なんかプリってなってるところ。うん、お腹すいちゃったよ。リコチルームがいい。あ、そっか。え、近くにミニストップ欲しい。え、静岡っていいところ。お茶なら静岡でか。タージマハル宮殿、確かに旅行したらいい、ね、そう、ポポタンが走り回れるお家がいい。タージマハル調べます。多分そう。 BKB さん、これプリってしてるところ。うん、タージマハルや。そうそう、これインディ。うわ、いいなぁ。なぁ、いいなぁ。なんでそんなミニストップあるの。シンデレラ城。じゃあディズニーお城。
一覧。やっぱ私が憧れるのは、うわっ、アリエルのお城が素敵よ。あ、エルサの氷のお城も好き。あ、エルサの氷のお城もいいけど、あれも好き、あのアレンデール。アナとエルサのお家、トリトン王のお城も素敵。アレンデール城、あれ？こっちなの？私アレンデール城かと思ってたの、違った。エリック王子のお城なんて知らないよ。ツーデスさん、かき氷、あ、かき氷ありがとう。もうかき氷食べたい。え、かき氷屋さんが家の近くにあったらいい。エリック王子のお城、これ正解。エリック王子のお城はね、海が近い国にあるんだよ。トキルアーケーチーで、もう海が近くにあって、アレンデール城はなんか四角い、とにかくで後ろに海がある。そこから海を凍らして渡ってエルサが逃げていくの。ラプンツェルのお城、ラプンツェルの、あ、これこれこれ、そう、なんか緑が豊か。アリエルになりたい私。海、え、メリダ知らない私、適当に。これなんだ、ちょっと荒れ地みたいな。ユイネさん、どうぞ。ありがとう、ありがとう。かき氷屋さんいいな。いただきます、かき氷。ユイネさん、眠れる森の美女のお城は多分だけど薄暗い。あ、合ってた。野獣のお城、あ、美女と野獣のはこれだよ。この崖が、何、橋みたいなのがある。プリンスチャーミング、誰、プリンスチャーミングって誰、ちょっと調べるわ。プリンスチャーミング、え、シンデレラのさ、王子様？シンデレラの王子様ってプリンスチャーミングなの？チャーミング、プリンスチャーミングなの？ザハブルク城、え、よく知ってるのねみんな。うん、うん、プリンスチャーミングのお城は、これでしょう。おお、あ、ここで舞踏会が開かれるのかね。名前かわいい。白雪姫に出てくる女王の魔女のお城、わかんないよ。もうこれしか余ってないから、これアバロープリンセス、エレナ、誰、エレナ調べる。初めて知ったんだけど、アファローのプリンセスエレナなんているの？初めて知っちゃった。お茶さめちゃうよ、面白い。え、どれ？あ、これ？これなの？終わった。なんかディズニー好きへの挑戦状、誰のお城かわかる？っていうやつでした。なんかもうこれでお腹いっぱいになっちゃった、私の欲望。お城にも住まなくていいかなって思っちゃった。あ、ホグワーツの寮に住みたい。あ、うん、なんか物件探しで城探すのが面白い。え、もう、え、今日あんこ T シャツ、これさ、あおいさんとかカリンさんに可愛いと褒めてもらえた。なんか飽きちゃった。タワマンもお城も、今はハリー・ポッターのホグワーツ
魔法学園の嘘シンデレラタイムの寮に住みたい。ホワイトアチコガチ、氷の花、氷ありがとう。ハト、そうね、とりあえずシャワーヘッド探して。でもわかんない、アップルウォッチが来るかも。ポキ言っちゃった、ごめん。高石さん、氷ソフトクリームありがとう。そうだよね面白い、あ、同じハードルが少し下がった。え、結局次のご褒美、待って、そう、次のご褒美から、じゃあ家買おうかなって、そういう話になって、ほら物件見てたんじゃん。え、私って何になる、確かにクラス分けどうなるんだろう。猫の T シャツ持ってない。犬かわいい。コッカスパニエルとコーギーもいるから、あとマルチーズかわいいってなった。あとシバもいるし、ゴールデンレトリバーもいるし、パグもいるし、でもやっぱね、コッカスパニエルとコーギーよ。私が好きなのはスパニエルとコーギーだ。コーギー大好き。確かにハウルのお城もいいな。うん、結局次のご褒美は、スリザリンなのスリザリン そう、毎日使えたら最高。そう、え、確かに、あのなんかマイクロミストでプワーって出てくるの。フレンチブルドッグも大好き。コッカースパニエル昔飼ってたの？え、写真見たい。絶対可愛いじゃん、絶対可愛いじゃん。え、絶対可愛いじゃん。工藤理子つけてつぶやいて。私工藤理子見てなかったから見よう。リコって調べたらなんかスクショされてた。つぶやいてるんですけど、なんかアイドルが新居を探すっていう、あのおかしなことしてた。え、待って待って、ツイートしなくては。シーンある？コッカースパニエルみたい。え、待って待って、この後さ、うわ、おにぎりせんべい食べたい。そう、セトチャレ、セトチャレ、セトチャレのチャーツイート、セトチャレ、セトチャレ、セトチャレ。うんとね、明日は朝、もうこの時間？やばい、あと5分。コロネさん、ソフトクリーム、かき氷もありがとう。
0時。やばいやばいやばい、あと5分、もうあと5分なの。え、やばいやばいよ。15分。神崎渡郎さん、ハートありがとう。やばい、やばいやばい。行くよ、スイートするよ。はーい、はい、ツイートしたよ。よし、わわ、ありがとう。じゃあ皆さん、今日は健やかにいきますよ。はい、39位から、え、ありがとう。小顔たん、フェリスさん、せいじさん、たこみさん、まにゅち、ひまわり29さん、なっちゃん、こんこんさん、くにちゃん、成田のしんの指、おりちゃん、かじゅさん、たまねぎおじさん、さんさんさん、小型ペンギンさん、やすさん、つーですさん、ぽむさん、いっこ、のるみおさん、サボトラ猫さん、 BKB さん、シーメンさん、ゆうじさん、ソニーさん、ぼやっきーさん、ホワイトはちこがち、はしもっちゃん、ただちーさん、ようさん、ようくん、そらともさん、ゆいねさん、たつやぽん、グラバンさん、そして本日の秋元先生枠はなべなべ所長です。なべなべ所長先生、ありがとうございました。人生方向地さん、バリーさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はヤッシーさんでした。ヤッシーさん、ありがとう。第2位は福ちゃんでした。福ちゃん、ありがとう。福ちゃん。そして第1位はハリーさんでした。ハリーさん、ありがとうございました。ありがとう、皆さん、私の配信見てくださって。朝も夜も私の配信、朝一番、夜ラスト見てくれてありがとうございました。うん、せつちゃれ見てね。ありがとう。え、スラムダンク諦めたらそこで試合終了ですよ。みんなありがとう。これからも私の配信見に来てくださると嬉しいです。なりたのしの指、氷ありがとう。ありがとう。明日の朝は寝ます。え、もうね、寝れるから、ちょっと寝る。ホワイトチコガチ、たい焼きありがとう。しかもめっちゃ寝れる。ちょっと頭の中を整理整頓、建築関係トントントンしたいと思います。じゃあ健やかに見てくれてありがとう。え、あと30秒、バスケなら逆転可能かも。お茶飲ん、あ、そうじゃん、私忘れてた。今日はお風呂上がったらお茶飲んでのんびりしようと思います。ありがとう。ノンアラーム決めるね。私はノンアラーム決めます。ありがとう。じゃあね、映画見る？見る？健やかに、そしてた